はい、はい、休憩室、作ったじゃないですか、はい、たくさんのね、貴重なコメントをいただいて、さすがに狭すぎるだろうっていうここなんですけど、ここまず、狭い以外にもこれ、ドア普通ここ側につけるべきだろうっていうコメントもあったんですよ。で、もともとはここにつける予定だったんですけど、ここに一回つけてみたんですよ。するとこの隙間から見えたんですよね、あの、閉めてる状態でも中の様子が隙間だけ来ちゃってたんですよ。そう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 。で、じゃあここにするかってなって今ここにしてますね。で、開けてみると、この角ごっつんこう、問題クッションつけてぶつけないようつけてみて、ぶつけてみて、どういうこと？何ぶつけてみて、今OK、 分かる。子供が肩ぶつけてこうなってるの分からん、分からん。でも確かにこう狭いなっていう思ったんですけど、あとはあれか、この模様も良くないっていうコメントあったなこれ、うん、木目が多いなって、そういうコメントあったな。木目が多くてちょっと気持ち悪いっていうコメントあったっすね。もう個人のあれだから、それは。でも本当にね、確かに狭いとかそういうコメントはおっしゃる通りだと僕たちも思ってて、でまあ、ここ更衣室とか、貴重品とかを、まあ、倉庫とか置くような場所にしようと思います。で、休憩室に関してはちょっといろいろとみんなで考えて、検討しようと思います。なのでもうこっちは更衣室なんで、このテーブルもちょっと外そうかなと思ってます。あと外からの鍵、うん、外からの鍵もね、コメント欄であったと思うんですけど、外からも鍵かけれるようにしてほしいっていう。もう今の状態で誰でも入れるからね。だってもうお客さんとかもこれ帰ってるけど、関係者が立ち入りして帰ってるけど、酔っ払ったらね、入る可能性があるからね。ここもちょっと改善しようと思ってます、うん、で、もう一つコメントがあったのが、飾り物、まあ、こういう風に飾ってるじゃないですか。多ければ多いほど掃除大変だよって言われてて、で、まあ確かにと。で、こちらのハリセンボンも、もう取り外しました。で、これはもうちょっと開催の事務所の方に戻そうと思います。で、平面なら掃除しやすいから、平面の飾り物だったらいいんじゃないかなっていうコメントもありましたね、まあ、こういうのね。店名がついに決まりました。おすごい、とうとう決まりましたか。いや、迷いに迷ったっすね、もう、うん、で、なんかいろいろあったんですよ、うん、居酒屋、ハイサイとか、うん、で、ハイサイの秘密基地とか、うん、タオテイとかもあった。あ、タオテイとかもあったね。タオテイのテイが、テイ、あー、両テイのテイだったり、うん、で、その中でもうみんないいなって思ったのが海鮮居酒屋、ハイサイ丸です。これで決定です。納得なんですよ、うん、海鮮居酒屋もハイサイ丸、ハイサイ丸って中船遊具船もハイサイやってるんですけど、うん、その流れでね、ここの居酒屋に来てもらったりとかね、うん、で、ピーロさんに100人取ったところ喜んでましたね。喜んでた、うん、あ、シンプルで分かりやすいっていうのがいい。まあそうだね、それがなかったら多分今頃杉沢もらってるのに杉沢もらってるのどういうこと、大量殺人が起きたって言われてる都市伝説の村バツ赤村とか犬鳴村とか言われてる666とかいいんじゃない、それ恐ろしいな誰も来ないでしょ。別に魚が食べれないよっていう人向けのメニューもさすがにあるよね、唐揚げとかね、ポーテッドフライとかあるじゃないですか、やっぱり。エビがある、エビが。エビとエビとカニが。魚食えなそうな人が食わなそうなやつだな。海鮮居酒屋って言うけど、うん、まあ普通に、うん、もう沖縄料理、チャンプル系とか、うん、まあ居酒屋にあるような普通のメニューもたくさんあります。うん、居酒屋の定番メニューと海鮮メニューって感じだね。うん、まあそうだね。コメントで、スペースデリバリーでも、おコメントもありました。スペースデリバリーもやろうと思ってます。スペースデリバリーは、ワニの肉とか
マリリブとかガンガルーとか、うん、あとはスッポンとか、うん、まあサメ肉とか、まあ、いろいろねスペースドリバリーのネタは我々無限にありますから。そうです、持ってますからね。結構日替わりではないけど、まあ、週に1回変えたりね、うん、月1かとか月1に変えたりとかやっていきたいと思ってます。で、ロゴもできてるんですよ。ロゴも、ロゴもかっこいいんですよ。見たいっすね。見たいな。モジャオさんという方がいまして、書道家の、はい、書いていただきました。それがこちら、ドン。かっこいい。ちょっとなんかかっこかわいい感じ。うん、確かに。で、また居酒屋もね、まだまだやることいっぱいあるんで、うん、メニュー開発だったりね。あとは、あとエアコンも新しいのに変える予定ですね。ということで、本編へ。本編へ、どうぞ。はい、ということで、テーブルの方が完成しました。しました。すげえ。ちょっとこれ一回みんな座ってみるか。おお、いいね。おお、これ一人ではちょうどいいぐらいと思って、前回ちょっと広かったわけ。それだとなんか二人は入りづらいし、一人だとちょっと広いなっていう感じだった。ちょっとだけ狭くして、20センチ狭くなったのか。20センチ狭くなったけど、その分これを増やした、テーブルを増やした。しかも取り外しも簡単。しかも前より軽くなってる。前よりだいぶ軽い。だいぶ軽いし、軽くなってるね。なんだろう、毛利これの上に乗り合ったか。あ、乗れる。乗ってるよ。あとはあれか。あ、ビン玉。ビン玉。ビン玉も飾ってます。すごい。あ、自分たちであれやったんですか。そう。あ、紐は。紐は。あ、発出演。出てきました。お父さん出てきました。お父さんか。すごすご。口癖がオッケーっていう。オッケーオッケー、持って行ったけど、オッケー、俺なんか音も言う。オッケーいいな。あとグアバ持ってけって言って、モリーに持ってけって言われて、持ってけって言われて、手にかけられた。モリーがカメラ持ってて、横にスッて、ビニール袋にグアバがいっぱい入ってるの。断ることも、なんもできず、いらないっても言えもん。スッて渡す。これ既存のエアコンなんですけど、はい、汚いっすよ。もう分かるこれ。全然違う。これ汚いでしょ。黄ばみみたいな、はい、めっちゃ見えるっすね。中も見えるっすね。うん。フィルター。はい、これエアコンの中っすね。はい。見てこれ、フィルター。死に汚い。エアコンのフィルター。歴年の。うん。これって、これにフィルターにこうやってほこりびっしり詰まったらクーラー冷えなくなるっていう。あ、そう、全然冷えなくなる。合ってる、その認識は。うん、冷えが弱くなるっていう。あ、そうそう、冷気が出るけど弱くなるっていう。あとこの中熱交換器って言うんだけど、これも汚い。うーん、黄ばんでるね。多分これ油だったりとか、はい、ヤニもついてるはず。あ、なるほど。黄ばんでるんだ。相当ベタベタしててやばい。飲食店だから油使うさね。はい、それがこんなところに置くんだ。そう、ここに来て、でここからそのね、冷たくして冷液として出るさ。はい、油も一緒に冷液と一緒に出るという。目に見えない油を吸ってるってこと。あ、そう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 。これ全部油っすね。まあまだファンはそこまでホコリはついてないから、まだこれだけ安くけど油はやばい。うーん、おらおら、危なかった。どんどん、いや、黄色、やばやばいでしょ。こっちがすごい。うん、うめえ、超うめえ。油がやばい。中もやばいっすね。うん、相当だ。ちょっとうん、うわ、これやばい。全部油がやばい。もうこれはちょっと触っただけで、もうわかる？茶色くなってるでしょ。あ、ほんとだ。汚いでしょ。これ油？全部油。もう握手しない。いやいやいや、洗うから、手は。手は洗うからね。100万人の盾をこんなにやってる YouTuber いないだろう。クーラーのネジ外した VTR に。これは100万人の盾を。これはやばいな。お、外れた。外れた。モーターを外して。これ100万人の盾に置く理由は大事なものだから。大事なもの。大事なものだからね。じゃあ案外、棚に対してアンバランスの置き方してるから、これ使える。じゃあ、もうちょい寄せとこうね、こういうから。ありがとう。ない使い方だと、絶対ないと思う。ダイパンとかやるとこだけど、工具やらモーターやらネジラやらを置くっていう。しかもさっきまでアンダー切ってるって言ったものを置くっていう。モーターは大丈夫。まあ、これでここはちょっと養生して、養生してかからないようにして、で、こ
こもあのカバーやっていくっていうような感じだね。水をかけるの？水をかける。薬剤と水をかける。大事っすね。あ、これでも冷え香るんだったらだいぶありがたいですね。うん、冷えはもうだいぶちょあのやっぱ詰まってると風も弱いので。なんか俺の、うん、部屋のクーラーも若干冷え悪くて最近フィルターは洗ったんですよ、うん、他原因なんですか？脱がしたらいいよ。ちなみにいつ頃時間帯によって冷えが変わるのか、夜も効かないとか。夜も若干弱い気がするんですよ。あ、例えば、はい、そろそろ趣味だから汚れしたらいいよ。趣味じゃない、趣味じゃない、まあ、汚れもちょ あるはずだけど、あと、ね、年代的なものもあって、あと室外機の周りに物とか茶置きして、室外機自体が熱くなってるとか。あ、室外機の後ろのゴミとか取るぐらいはやった方がいい。室外機水かけた方がいいらしいね。ああ、もういいね。え、ちょ、室外機自体を冷やして。そうそうそうです。あのホースで水かけるぐらいで、うん、冷やさないと。なんか室外機自体が熱かったら、うん、そう、熱くなって冷やしきれないらしい。そうなんですね。直射日光とか当たってるところだったら余計やろ。うん、西日が当たるの。え、じゃあ、あの、鳥の巣は鳥の巣も全部、鳥の巣取っ払った方がいい。取っ払った方がいい。あ、鳥の巣があるの。鳥の巣が絶対いいの。たまに、あ、ちょっといいの。ん、違う違う違う、俺、あの、なんで今新しい移転先じゃないかな。なんで今指差して、その、分かったの。なんとなく流れで終わった今すごかったんだけど後ろに目ついてるんかなって思った俺今。ツッコミが早かったね。お、早かった今。コロナが見たことがある。そうなんだ。今すごかったな、見聞色の吹きでしたね。すごかったんだけど。これで今エアコンに水かけても、うん、あのこのカビにはつかない。うん、なるほど。あと、うん、これを中に入れるみたいな。そうそうそう。はい、ということですね。養生をやって、で今、コンプレッサーですね。はい、はい、コンプレッサー、まあ、これ、噴霧器、農業とかでほら、薬剤撒いたりするでしょ。あれで使うやつですね。で、このノズルも、まあ、それでよく使われるやつ、はいはい、ただその代わり、この穴、この穴の大きさ、この 出口の穴の大きさはちっちゃくしてます。エアコン用にしてます、うんうん、あ、なるほど。水を撒いてる。あ、で、落ちた水はここを伝って、こっちの水は、こっち洗ってる水は基本はここに行くんだけど、はい、うんうん、ここを洗ってる水は、はい、これドレンパンっていう受け皿なんですよ、うんうんうん、これが外に向いてて、外 の、 あのエアコンの水が出るところ。ああ、これじゃあ外に行くんだ。そう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 、あっちっていう感じですね。水かけて、で、それから薬剤かけて、少し付け置き。これエアコン用クリーナーですね。エアコンクリーナー。あの、よくスプレーの、やつがあるさ、はい、カンカンの、はい。あれ使わない方がいいですね。使わない方がいい。使わない方がいい。あれ結局、使って、ちゃんと綺麗にゴミが落ちないで、詰まるわけよ。ゴミだけが詰まって、で、エアコン使ったら水がちょん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 垂れるっていう。よくそういう風になる。うん、もしあのスプレー使うんだったら10本とか使った方がいいよ。足りないわけ、あの1本では。薬剤つけて、でこれをブラシで、面に合わせて。そうそうそう。これなんで縦かっていうと横にしたら折れるから。ああ、そうなんだ。これが曲がっちゃうさ、こうなるっていうのがこうなるわけ、はい、そしたら熱効率が悪くなるから、ちゃんと必ずこの面に沿ってやる。でもまだカビはそこまでないかな。油汚れけど。油汚れが多い。油汚れが多い、うん、中は今、洗って今乾き待ちですね。こっちが真っ白く感じるんです。うん、めっちゃ白い。銀色に戻ってるっすね。銀色に戻ってるでしょ。中が若干見える、透き通って見える。やばいでしょ、ここもほら、うん、全然違う。違うでしょ、うん、で、こっちがあれ、やば。これ全部これ、これもね、今からちょっと洗いますね。これはもうあれですか、あの水ビャーって当てる感じですか。水を後ろからバーってやって、はい、これは全然カビ取り剤とか使っても大丈夫だからさ、うんうん、それで OK だね。死に汚いね、びっくりしたね。黄ばみが半端ない。黄ばみがやばい。これ多分ヤニだよ、ほとんどヤニと、その油、うんうん、油とすす。こういうのある時は
まずあの後ろから、うん、水圧をこうやって当てる。後ろから。そしたら結構綺麗に、はい、あの細かいのは取れてるくらいですか。後ろから。表からやっちゃうと結局中に行っちゃうから後ろから。エアコンはその空気を吸うからこっから吸い込むわけよ。うん、こっから吸い込むから後ろから当てればこう出るから。見て、このこれ見ていてよ。こっち見ていてよ。はい、茶色いの分かる？分かる。水が茶色いでしょ。これ全部この油とヤニ。うわやば。やばいでしょ。え、えぐ。えぐいでしょ。これやばいこれ。あ、水が違う。見てほら。ほら。分かる？新品みたいだった。うん、おお気持ちいい。うん、汚いね、相当汚かったんだね。いや本当にホコリのとは別に本当にヤニと油のあの臭みがすごかったっすね。そうそう、うわ全然違う、二つ並べてほしいっす。全然違うでしょ。一目瞭然だ。うん、これも、まあ、やるさ綺麗になってくよ、これも、うん、いやー、炭、油洗ってて、はい、油だはずベタベタするわけよ。ああ、なるほど。すごい。全然違う。全然違う。もうビビってるよ、久しぶりで。あ、起きて溶けていくのが分かるね。溶けてるでしょ。終わりさ。こうや。うわ。もう全然もう。こう分かりやすい。おお、すげえ。オッケー。すごい、全然違う。超綺麗だね。びっくりするぐらい違う。真っ白。真っ白すぎる。おお、中ももうやばいでしょ。素晴らしい。これで冷えも変わりそう。最初はちょっと水が出るから少し。あ、そうなんですか。ちょっと雫がついてる。なるほどなるほど。匂いが違う。うん、風強いし、強いね。めっちゃ強い。強いね。すご、うん、これでお客さんにもナイスな爽やかな空気が ね循環して涼しい空間に変わるんじゃないですか。お疲れ様でした、ありがとうございます。いや、ありがとうございます、お疲れ様です。コーヒー買ってぐらい、うん、これをサンサルさん飲むって考えられない。飲まんか死にやがれよこれ。あとエアコンも新しいのに帰る予定ですね。